はい、議長13番。13番、渡辺光雄君。午後1番ですけど、一般質問の許しが出ましたんで、一般質問をさせていただきます。まず最初に、これからの農業についての町の取り組みについてということで、震災から9年を迎え、富岡町の営農再開に向けた取り組みについては、ほとんどが先行きが見えないような状況が続いております。そういうような中で、下川ふるさと生産組合が平成26年から試験栽培を始め、結果を出してきました。9年目の今年度の米の作付けは、ふるさと生産組合と農業法人富岡カンパニー括弧株、これまだ過小かもしれないんですが、大塚 のライスセンター絡みですね、株、個人で3軒の農家での作付け面積は 15.9 ヘクタールにとどまっている。震災前の作付け面積から比較すると全体の 7% にしか満たない。このような状況では富岡町の農業は全滅してしまいます。ましてや今年度で農地の維持管理費として一旦あたりで補助金として3万5000円が出ていますが、この事業も今年度で終了とのことです。また平成32年度については農産物を作付けした農地に対して管理工作への補助としてしか出なくなります。そのような状況の中で営農意欲を持たせていくにはどうすればいいのか考えると、農業法人化を積極的に進め大規模農業にすべきと考える。また産業効率を上げるための基盤整備やカントリーエレベーターを町が早急に取り組むべきと考えますが、町はどのような考えをしているかお聞かせ願いたいということで、括弧1、農業法人化を積極的に進め大規模農業にすべきと考えるが、町の考えは、括弧2、産業効率を上げるため基盤整備を進め農地の集約を進めるべきであるが、町の考えは、括弧3、カントリーエレベーターを設置し農業の効率化に取り組むべきと考えるが、町の考えは、ということで大きな一番は終わります。次、酪農再開はどのようになっているかということで、酪農については農業と密接に関係しており、肥料の確保は望まれるが、町の考えはということで、富岡町においてもかつては夜の森地区に牛の競り場があり、一時は競りの日は出店が出るなどかなり賑やったこともあります。今では夢のような状況ではありますが、農業にとっては堆肥の確保は絶対必要ですという考えでありますので、ぜひ酪農の今の状況をお聞かせください。次、括弧2の、株式会社高山の再開はないのかということで、株式会社高山の再開はないのかということで、富岡町が木材団地に誘致し、植物残差で有機肥料を作り、米作りには欠かせない堆肥になっています。震災により事業が停止していますが、再開に向けた動きはないのかということで、その辺の説明もお願いします。次、3の柳葉孵化場の建設に向けた現在の状況はということで、鮭については大切な海の資源であり、富岡町で震災前から柳葉で鮭の捕獲が行われました。また孵化についても事業が行われてきましたが、全滅してしまいました。その後組合員の人たちが全員で努力しながら事業の放流を行っていますので、一日も早い完成を望みますということで、富岡川漁業協同組合が組合員全員で頑張っており、一日も早く柳葉と孵化場が完成することを望むが、現在の進捗状況はということですので、よろしくお願いします。13番、渡辺光雄君の一般質問について、町長の答弁を求めます。町長。
13番渡辺光雄議員の一般質問にお答えいたします。1、これからの農業についての町の取り組みについて、括弧1、農業法人化を積極的に進め大規模農業にすべきと考えるが町の考えはと、括弧2、作業効率を上げるため基盤整備を進め農地の集約化を進めるべきであるが町の考えはについては、関連がありますので一括してお答えいたします。避難指示解除区域における除染後の農地保全管理事業につきましては、避難指示解除から3年となる今年度をもって終了となります。町といたしましては、営農再開のステップアップに向け、国、県、地営や町農業復興組合をはじめ農家の方々と一層の連携を深め、ここの農家の営農再開にとどまらず、農業法人の設立や企業による農業への参入などを積極的に支援してまいるとともに、担い手の発掘と育成、農地の集積、販路の確保と拡大、そして風評の払拭などに取り組んでまいります。また、農業水利施設の補修整備や農業基盤整備事業などにより、営農の基盤をしっかりと整えることとし、本年度より本格的にこれらの事業に着手したところで、農業の復興についてはハード・ソフトの両面からしっかりと取り組みを進めてまいる考えです。なお基盤整備事業につきましては、下千里、大原、バラ下の3地区を中心として行うこととしており、それぞれの地区の実情に応じて農作業の効率化や省力化、また担い手への農地の集約を模索してまいります。次に、括弧3、カントリーエレベーターを設置し農業の効率化に取り組むべきと考えるが町の考えはについてお答えいたします。当庁の主要な栽培品目であった水稲は、営農再開を進めていく上で大切な作付け品目であると考えており、カントリーエレベーターなどの収穫施設の整備についてしっかりと検討することが必要と認識しております。今月には営農再開に向けた各地域の農業者及び営農再開者のそれぞれの代表者と、国、県、JA や土地改良区などの関係機関との協業を開始しており、将来的な作付面積の積み上げをするなど水稲栽培に関する各種の検討に着手したところであります。次に、酪農の再開はどのようになっているのか、括弧1、酪農については農業と密接に関係しており堆肥の確保が望まれるが町の考えはについてお答えいたします。当庁の農地除染は氷土を剥ぎ取り山皿を着土する方法であったことから、農地の地力が著しく低下しており、農地への堆肥の散布は地力の回復に有効な手段として考えられます。しかし畜産農業を町内で再開した農家はおらず、現段階では地域内での耕畜連携が困難な状況にあります。このことから、当面は広域的な堆肥の流通が可能となるよう、堆肥の使用による除染後農地の地力回復支援メニューのある福島県営農再開支援事業などを案内しているところです。一方で、震災前に畜産を営んでいた一部の農家に組織化した上で再開を目指す動きがあり、町といたしましても近い将来において耕畜連携の取り組みが進められるよう、この動きを支援してまいることとしております。次に、2、括弧2、株式会社高山の再開はないのかについてお答えいたします。株式会社高山は震災以前、
生ごみなどの有機性廃棄物の処理活用による堆肥化を行い、当庁の資源循環型農業の一翼を担っておりました。株式会社高山は一般廃棄物処理業については双葉地方広域市町村圏組合の許可、産業廃棄物中間処理業については福島県の許可をそれぞれ受けておりますが、町内での事業再開につきましては町の状況を見極め判断するとのことであります。次に3柳葉孵化場の建設に向けた現在の状況は、括弧1富岡川漁業協同組合が組合員全員で頑張っており、一日も早く柳葉と孵化場が完成することを望むが、現在の進捗状況はについてお答えいたします。町といたしましては、富岡川の水産資源維持の観点から可能な限り早期の復旧を目指すこととし、鮭柳葉を来年の秋頃、また孵化施設を令和4年3月頃に復旧することと定め、復旧財源を含め関係機関との協議調整を進めております。なお実施設計を今年度において行うことと予定しており、内水面漁業に関する皆様の思いに応えるためにも引き続き鋭意努力してまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。再質問に入ります。13番渡辺光雄君、ありがとうございます。まず括弧1の農業法人化に積極的に進めるべきだということで、話に聞くと先ほど過小かもしれないということで私名前挙げましたが、あそこは大型化を目指すということで農業法人の立ち上げを考えているようですね。農業法人富岡カンパニー括弧株、まだ多分これ仮称なのかなと思うんですが、正式にまずこの名前が町に登録されたのかどうかと、あとですね、なかなか法人化といってもなかなかこれ簡単に立ち上げられるものではないと思うんですね。一人で作れる会社じゃないですから、でそういう意味で言うと先の見通しがなければなかなか立ち上がる人もいないのかなと。今現段階では、ふるさと生産組合、このふるさと生産組合に関しては26年度から試験栽培ということできちっとした結果を残してきているということで、あの辺に関してはそのまま今後も進むのかなと思うんですが、当然2団体くらいでは富岡町の農業は衰退しちゃうと思いますので、よそ地区でそういう動きがあるのかどうか、ないとすれば町はどういう働きをかけをしているかお聞かせください。産業振興課長。議員が申されましたカンパニーの話なんですが、大塚地区のことだとしますれば、5名の方が法人化を立ち上げたいというようなことでご相談をいただいておりまして、その法人化が株式会社というものなのか農業法人なのかといろいろと、今後の手続きについてですね、町それから東北農政局普及所等に、ご協力いただきながらどういう手順かというようなことで、毎月一度集まっていらっしゃるということもありますので、その点で今後進めていきたいというふうに考えてございます。それからふるさと生産組合さんも26年度ですか、実質25年度に実証をやられて25年度から徐々に始めてきたという認識でございますが、今年度を大きくさらに広げております。ふるさと生産組合につきましてもいずれはその法人に取り組みたいというご意向もありますので、その辺も大事にしながら法人の立ち上げについては支援してまいりたいと考えております。それから法人については今の2つの動きということで捉えているところでございますが、それ以外につきましては町の方に、
他のよそで法人を立ち上げているんですが、富岡でもできないかどうかというようなことでの問い合わせもいただいたりはするんですが、それについてはより具体的な話にまだなっていないところもありますので、今後追跡してですね、方針を確認していきたいと思っております。なお、受け皿となる法人といいますのは、これまでも前の議会でもご質問いただいたとおり、町内の建設業者さんに問い合わせをしている状況もありまして、今は官民合同チームさんのですね、協力をいただきながら、ある程度さらなるアンケート以降直接お伺いして確認をさせていただいているというところでございます。これについては町も直接入ってですね、建設業者様の意向を確認しながら営農再開に向けた支援をしていきたいというふうに考えてございます。一応法人化につきましては、それ以外の動きというのは今ご説明させていただいたところで、状況なんですけれども、ただ他町村での町の関わりで法人を立ち上げているようなお話も聞いてますし、あとは法人についてはいろんな手法があるということも確認してございますので、そういったものをいろいろ考えながらですね、町としては支援をしていきたいというふうに考えております。以上です。13番渡辺光雄君。はい、法人の動きがあるということで非常にいいことだと思うんですが、その法人をうまく立ち上げさせるのもいろいろ県、国、県、町の努力があってこそだと私は思うんですね。法人立ち上げるには法的に7マイナスなければ立ち上げることは容易なことではないとは思うんですが、いかんせい農業法人、農地を使って収入を上げるという団体ですので、農地の維持管理が一番重要なのかなと思うんですね。で、震災後3年目に入って、3年間は維持管理費として多少の金額出てたということで、人がある程度まとまって6ブロックに、町内6ブロックですか、分けて維持管理をしてたわけですが、今年度がそれがなくなるということになると、一時的にこの時間が空いてしまうんだと思うんですね。農業法人を目指しているところでは意欲を持ってかなりの探別をきちっとした管理をしてたと、してるところも実際私も見てるし、でそういうことでまとまりがあったものが時間が空いてしまうとまだ崩れる可能性もあると。で、1年1年農業者は年を取っていくと、若いものであれば3年や5年年取ってもどうちゅうことないと思うんですが、各メンバーを見ると1年というのはすごく大切な1年なのかなと思うんですね。で、そういう中で来年度にかけては物見がなるものを作れば工作管理費としていくらかは補助出てくるような話も聞いておりますので、そのつなぎがある間になんとか法人化をバックアップし、また関連してしまいますけど、基盤整備やら何やら動き出さないと心が折れてしまうのかなと思うんですよ。で、そういう意味で前回、去年の9月ですか、9月の一般質問の中でその辺はある程度課長とやり取りして、1日も早く地区を選定して基盤整備なり何なりを検討していきますよという答えがありました。で、その通り3地区を絞って今やってるようですが、その3地区を全てやるのか、3地区の中から1地区を絞り上げてやるのか、その辺の持ち主のとかその地区の農業者の意向はどんな考えでいるのかを聞かせてください。産業振興課長。はい、今ご質問いただきました基盤整備に関しましては、前回の前の議会でもご指摘いただきまして、3地区、下千里、大原、荒下という地区を選定し、しているところでございます。なおここから一つに絞るという考えではございませんで、3地区とも基盤整備を進めたいという考えで地区の説明会に入ったところと、これからというところもございますけれども、地元の農家の方との調整が今後も出てまいる考えでございます。なおそういった
基盤整備までの間はですね、先にありました管理工作という部分がどうしてもつなぐような形にはなってくるかと思いますけれども、あくまで管理工作につきましては帰って戻ることができない方の農地を、戻っていらっしゃる方等が作付けをして、作付け品種もいろいろありますけれども、それを作付けしていただくことによって管理するものだということでございます。あとその管理にあたっては、今現在保全管理があと1年ということでござい、今年度ということでございますので、今年度終わ切れた場合にそれを現時点で行っている保全管理の団体の方がそれを受け継ぐような形が取れないかどうかというようなことでの調整もしてございまして、そういった受け皿になれるところを、町の方では取り組んでいただけないか、会議の場でこう説明させていただいている状況でございます。13番渡辺光雄君。ですね、基盤整備の、3地区、下千里、大原、原下地区が手を挙げれば、やりたいということですが、これ の, 現在の進捗状況、その地権者やら、そういう部分でどのような考えで前向きになっているのかどうか、それちょっと漏れましたね、聞かせてください。産業振興課長。地区ごとにいろいろありますが、下千里地区につきましても、土地の形状で20ヘクタールを超えるということでの県事業というようなことで、お話をさせていただいていますが、土地によりましてはいろいろと権利の問題といいますか、相続の問題ですとか、そういったものがこうついている状況もございまして、そういったところを丁寧にお話をさせていただきながら、集約基盤整備に向けてですね、意見を聴取しているところで、なんつでしょう、中にはこの考え方に賛同できないという方が中にはいるというところは正直なところではございますけれども、ただ全体的に基盤整備の取り組む中では、今後さらにそういった説明をさせていただきながら、解消を図りながら進めていくというような考え方でございます。なお、あと、バラ下地区につきましても、説明会を開いた際には大きな、なんていうでしょう、反対ということは意見としては出ておりませんでしたが、なお、個々に入っていった場合にいろいろと意見が変わる可能性も正直ございます。今のところ大きな反対という形で受けているものではございません。以上です。13番渡辺光雄君。農業法人で大型化ということは、2地区でそういう、当然この地区は立ち上がるんだろうと思うんですが、まず今からの農業、ましてや原発事故によってこれだけ虐げられた農家に対してはなかなか立ち上がりはできないのかなと思うんですね。もう農業用倉庫も解体した、農業用機械も全てもう使えない、少なくてもう残ってんのはトラクターくらいだということで、トラクターは利用価値があるだろうということで残してる人も全部いるみたいですが、トラクターはほんの一部の農業機械であって、やっぱり全部設備するとなると何千万何億ってかかっちゃうのかなと思いますんで、なかなかもう立ち上がるのは私は不可能だと思うんですよ。でそうした場合にはやっぱり農業法人を目指して、国県町の主導で国県の補助金をうまく利用しながらやっていくのが一番いいのかなと、そういううまく利用できれば、震災前の農業よりはるかにプラス要因が出てくるのかなと思いますので、ぜひ法人化を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと基盤整備に関しては、実際お金がかかることですので、なかなかやれやれとも言えないし、町も無理無理引っ張っていくわけにもいかないとは思うんですが、やっぱり法人化するにあたっては基盤整備、今3単部1枚を1兆部にすれば農業効率、収穫量がはるかに上がるわけですよね。でそういう部分を説得しながら、町がもう先頭になって走んない限り、なかなか農業者だけでは答えは出せない人が多いのかと思います。ちなみに奈良派の話なんか聞きますと、カントリーエレベーターとかそういうものを作ったわけですが、やっぱり全員が賛成っていうのはありえないと。じゃあどのくらい賛成すれば町は
主導権を握って進んでいくんだっていうところにかかってくるかと思うんですが、やっぱり基盤整備となると一人反対してやんないよって言えば、これを無視して無理無理人の田んぼをブルで押しちゃうわけにはいかないんですよね。でそういう部分はもう町がどこをどれだけ説得するか、あとは大型化にしてどれだけのプラスがあるか、そういう部分の説得だと思うんですが、その辺はどうでしょうね。産業振興課長。言ってみなの農業法人で取り組む内容につきましては、やはりそれぞれの農家が高齢化で担い手がいないという状況で、今後のこれから先の農地を所有している方についてはいろいろ悩みがあると感じております。その中でやはりある程度法人が立ち上がることによって、体がまだ元気なうちはそういった法人に参加しながら、全体を自分の農地も含めながらそういったところに協力したいという考えの農家の方はいらっしゃるだろうと思います。そういった意味では農業法人という形を取りたいという方については町が支援をするような形については今後そういった考え方で臨んでいきたいというふうに思っております。それから、カントリーエレベーターとか基盤整備ですね。基盤整備につきまして全員がなかなか賛成という形がいかないようなケースの場合に、町がどれだけ、そういった方々の考え方に、寄り添って、説得できるかということでございますが、あくまでその町もそういった考えでなるべくその基盤整備 の、 その説明会あるいはここに、お話を伺ったときにはそういう考えを説明しながら協力いただけるような体制を敷いていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。町長。課長が、基盤整備につきまして、答弁ちょっとしたんですがね、基盤整備そのものは町がこれを推し進める事業ではなくて、農家ここの問題でありまして、今の面積ではなかなか、効率が悪いとかさまざまな水路の問題、排水の問題ということで、整備をしていきたいと基盤整備をしたいということであれば、町はこれらについて、受益者負担なしでやれるものだというふうに考えています。そういう意味では町がぜひここに参加してくれということではなくて、やりたくない人のところまではある程度の説得と説明はしますが、そこを何でかんで引っ張っていかなくちゃいけないという事業ではないというふうに考えていますので、これらについては賛同できる人で、そして大型化をし、そしてそれらがこれからは自分で農業をする、農業法人に委託することもできますが、借りて貸してということで、貸す側にとっても私のところ1枚1ヘクタールですからということであれば、今の1枚30アールのものよりはであれば、当然いやじゃあ借りてやっからというような考えと、借りるのにお金を出しますから貸してくださいという、そういうものに変わってくるというふうに思いますので、これは農家ここの考えを重視して、そして町としてはきちっとした説明はしますが、なんでかんで綱をつけて引っ張っていく問題ではないというふうに考えています。13番渡辺光雄君。町長の言うことは理解はできるんですよ。ただ原発でこれだけ引きちぎられて、今農家やりたいって人いますか。おそらく今法人化を目指しているグループくらいしか私はいないのかなと思うんですよ。じゃあどうするんだっていうことになれば、やっぱり農家任せではなかなか前に進まないんだと思うんです。農家の人たちは何か一つやるごとに補助金くれ補助金くれ補助金くれと必ず言ってくると思うんですよ。補助金出すのは大いに私は結構だと思うんです。財源があれば。財源がないとすれば、やっぱり法人化を目指して国県のそういった大きな補助金を獲得できるような
団体にしないと補助金は望めなくなります。でそういう意味でやっぱり今じゃあどうするんだって言ったら、国も本気になって、官民合同チームなんかも本気になってこの農業復興にも関わってますよね。で関わって28年度くらいからはかなり官民合同チームとか早々復興官民合同チーム、あと早々農林局ですか、そういうとこが28年度くらいからかなり関わってきてるんですが、今言う通り官ですのでこれ以上前に出ていけないんですよね。じゃあ町の農業をどうやって復興させるんだっていうと、また町行政しかないんですよ。町行政がもうとことん出てってもらわないと、なかなか農家の人たちは腰切れないと思うんですよ。それを腰切るように説得していくのはなかなか農家の人が切るべきだと言っても難しいと思うんですので、その辺をぜひ町長筆頭にして、まあ町長も説得はしますよと言ってますんで、まあより一層の説得をしていただければありがたいと思っています。どうでしょう。町長、私が言ってることとちょっと噛み合ってないかもしれないね。農業そのものを法人化を立ち上げて、その法人として富岡町今800ヘクタールあったものが120ヘクタール、その他もう農地転用されてますから150ヘクタールぐらいはもうないんだと思いますね。そういう意味では およそ650ヘクタールぐらいですか、これらを農業法人一つや二つではやっていけませんよ。そういう意味ではやはり、農家の人たちが、大規模になることによって、今までの2日かかった分が1日でできるとか、さまざまそういうメリットを考えてこれからやっていく時代だと思いますし、隣の楢葉町でも基盤整備を今検討しております。これらについても私はやらないという人には綱つけてやってくれということではなくて、自分の農地を使い勝手を良くするがためにこれらのものってはっきり言って今基盤整備を取り組めば国県の制度でほとんどお金がかからないんですね。ただ事務費あるいは生産間地生産の時のそういう生産金というものがかかります。町としては120ヘクタールに及ぶ太陽光発電事業に転用したところがありますので、そこから上がるお金をそこに充当して農家に還元するという意味で無償でやるというような考えをしています。これに賛同できない人をやっぱり何でかんで無理にも連れて歩くということはなかなか難しいというふうに考えてまして、隣の町も同じです。そういう意味ではやはり自分の農地将来的に維持管理をするためにも人に貸すなり借りていただくためにもやはり大きくするっていうのはその人の考え方だと思いますので、町としてはしっかりと説明とそういうものについては内容について説明をしていきたいと思いますが、なかなか賛同できない、あるいは自分でやりたくても相続の問題でできない人もおりますので、これらを町が介入してやっていくということにはなかなかいかないんだと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。13番渡辺光雄君。町長の説明は理解しています。確かに名言行できないものを誰がやれてたってできないですし、やっぱりやんないつものを縄を引っ張って連れてくるわけにもいかないから、ただそこまでの努力は
ぱり行政が引っ張ってやらないとなかなかできないんじゃないかなということですので、ぜひその辺はお願いしたいと思います。また今立ち上がろうとしているのが2つの農業法人になるのかなと思うんですが、当然600何兆部ありますから、それの7割くらいと考えても500兆部からはやっぱり立ち上がっていかなくちゃなんないということであれば、1団体が100兆部やったにしても5団体が立ち上がらないと富岡町の農地の 70% くらい作付けを目指す場合には無理なのかなと思いますので、なお団体も増えるように、管理組合が6ブロックに分けてやったわけですから、管理組合を軸にして一つの方法を団体を立ち上げていくのも一つの方法かと思いますので、その辺も十分ご承知おき願えればありがたいと思います。それではカッコ1とカッコ2についてはこれで終わります。カッコ3のカントリーエレベーター設置で農業の効率化に取り組むべきと考えるが町の考えはということで、当然農業法人なり、個人で米作りをやるにしても、今現段階では、富岡ではライスセンターが立ち上がったのが3か所なのかな、多分3か所なのかなと思うんですね。ちょっと数的に狂ったらごめんなさい。この3か所に関しては、動かす気であればライスセンターは動くのかなと思うんですが、それはふるさと生産組合は動いてますね。で今度の大塚地区に関しても当然ライスセンターは動かすのかなと思うんですが、それ以外はほとんどもう乾燥機も何もゼロに近い形なのかなと思うんです、富岡町では。でそういうことを考えればカントリーエレベーターの設置はもう早急に望まれるということですんで、そっちの方向に進むとすればどのくらいを視野に入れて進んでいくのか、その辺をお聞かせください。視野に入れてというのはどのくらいの年月で考えているか、どのくらいの規模まで農地耕作面積が増えたらやるのか、今すぐ取り組んでいって農業者をもう引っ張るような形でやっていくのか、その辺をお聞かせください。産業振興課長。前段になりましたライスセンターですが、町内には6か所ございました。そのうちの岩井戸、下千里、高津戸につきましては解体されてございます、更地となってございます。それから、帰還困難区域の中の神殿に1か所ございます。それは現状の前のままとなっておりますが、それ以外に大塚地区につきましては建物の中身はもう何もない状態となっておりまして、それは建物だけがそこにあるというような形でございます。そうしますと今現在使っておりますのがバラ下のライスセンターのみというような状況でございます。その中でカントリーエレベーターというか、調整、倉庫ですね、そういった施設を作る要望というものにつきましては、先日も開催しました保全管理組合の方ですとか既存の農業団体とか国県が入った中での協議の中では、やはりカントリーエレベーターというものにつきましての要望という声はかなりございました。その中で申し上げましたのは、やはりカントリーエレベーターも町の単独費で作るということであれば別でございますが、 今国からの補助金の中でやはりやる際にはどうしてもその完成後の運用の中でどのぐらいのその農家の方がいらっしゃって米がどのぐらい入ってくるのかというのはやはり精査されるところであります。当然それがそのようになっていない場合については補助金ですから、補助金返還というようなことも視野に入れつつ整備しなくてはいけないというのが前提でございますという話をさせていただきました。ただそうは言いましても、なかなか農家の方がやはりこれから作付けをするにあたって既存今16ヘクタール弱でございます。これの積み上げを図りながらカントリーエレベーターを整備するまで見通しとしてどうなのかというのを各種団体、それから営農再開を考えていらっしゃる方、そこに入ってきますが、今後の担い手の将来的な見通しというそういうようなものを加味しながら施設整備に入っていくべきものということで、今国と県それ入っている会議におきましては、当然補助金の活用できる
最終ラインがあることを見定めて、今それに積み上げられるものがあるかどうかというようなことを最終の確認をして、さらにはこれを各農家の方に入って積み重ねていくというようなことをご説明させていただきました。ただそれにつきましても、参加いただいた農家の方には町の英断も必要ではないのかというようなこともご意見としていただいているところでございますので、正直に申し上げさせていただきたいと思います。そういった状況も踏まえながら、カントリーエレベーターなのか、あるいはライスセンターの大型版なのか、ライスセンターではやはりその精米してしまう関係もあったり、もみとして残しておくカントリーエレベーターなのか、そういうような調整もございます。そういった予算的なものを総合的に考えながら、悩みながら進めさせていただきたいと思いますが、ご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。13番渡辺光雄君。はい、私が指導できるものではないんですが、今言ったようにカントリーエレベーターがいいのかライスセンターがいいのか、どっちがどうなんだっつうと、もみのままで保存しておくか、精米してもう全部出しちゃうか、もみのままで保存しておけばその状況に合わせて出してやれば1円でもプラスに多分なるのかなと、で常においしい米が食べられるのかなと、そういうすごいプラス面があるんですよね。でそういうことでぜひカントリーエレベーター進めていただきたいんですが、15あるくらいしか作ってないのに、ね、そうですね、200兆部くらいのカントリーエレベーター使って入れる米がないんでは当然補助金の返還という形にもなろうかと思いますので、その辺は状況を見定めながら最終的には町の英断になるのかなと思いますので、ぜひそういうことでお願いしたい。ちなみに奈良葉さんはカントリーエレベーター200兆部つってましたね。で200兆部で今年度の作付け面積が172兆部だっけ、177兆部だっけ、その辺だと思います。町としてももうびっくりしてるような状況みたいですね。作付けが多かったのに、やっぱりカントリーエレベーターが一番のメインに働いたのかなと。で最終的に200兆部のカントリーエレベーターであっても300兆分運用できるというような話聞きましたと、それに準じて育苗センターも300兆部くらいの育苗センターを作る予定だという話聞いておりますので、奈良葉さんと富岡比べると黙って3年は富岡は動けませんでしたんで、3年遅れて当たり前かと思うんですが、やっぱり今後の農業を考えた場合には3年を待たずして2年でこういうものが出来上がって動けるような状況を作れれば、それはすごい町の指導力になると思いますので、ぜひそういうことを考えながら進めていただきたいと思うんですが、どうでしょうね。産業振興課長。はい、産業振興課としましても隣接する町村の動きについてはいろいろと情報を得ながら考えているところでございます。先ほど保全管理が1年という状況が、楢葉町があと1年という状況に JA が関わり、こういう事業の進め方をしたという情報をいただきながら、今会議の場でも今後何をなすべきかというような、どのぐらいのタイミングでこういうことをなすべきだというのをいただきながら今考えているところでございます。あくまでその3年遅れているというような、先を行っているというようなところをなるべく近づけるような形で産業振興課としては取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。13番渡辺光雄君。はい、ありがとうございます。これで括弧3についても終わります。次大きな2番の酪農の再開はどのようになっているかということで、この酪農に和牛も含めていただきたいんですよ、答弁できればね。酪農については農業と密着に関係しており、堆肥の確保は望まれるが、町の考えはということで、酪農についてはまさに冒頭で言ったように、セレバなんかあって富岡町はかなり一時期にぎわった時期がありました。でそういう部分がだんだん衰退し、富岡でも曹操地区でも双葉牛という一時期は双葉牛をもう推進しようということでかなり盛り上がった時期もありました。それがだんだん衰退していって、なかなか
競りに出てくる牛も少ない、あと酪農については乳牛については3軒ですかやってたので、なかなか増えていかないけどかなりの頭数はいたのかなと思うんですが、やっぱり米作り前の一番大きな一番の米作りとか野菜作りには町長冒頭の答弁であったように絶対知力を増やす肥やすためには絶対必要な分野なのかなと思うんですね。でそういうことで先ほど冒頭である程度説明は聞きましたが、今後じゃあ酪農和牛どうしていくんだということになれば、乳牛は当然やろうとする人が個人で大きな規模でやるのかなと思うんですが、和牛にしては1頭3頭10頭ってバラバラにここに飼ってた人が多かったためになかなかこれから立ち上がれないのかなと思うんですね。でそうした場合にやっぱり産業振興課あたりでいろんな補助を斡旋しながらグループの牛飼いも可能なのかなと思うんですね。葛郎地区とかあの辺でも福島に何軒かで業者を作ってやってるなんて経緯もこの官民合同チームの指導でなんかもありますし、だそういう部分も今から考えていかなくちゃならないのかなと思うんですが、そういう部分はどうでしょうね、考えられることなのかどうかお聞かせください。産業振興課長。はい、ご質問いただきましたことにお答えいたします。議員ご指摘いただきました富岡町競り場があって、昔は双葉牛ということで双葉の味噌漬けというようなことで、お土産にも持っていた思い出がございますが、そういったその牛をなんとか知力回復ということで、今現段階では絵の再開メニューで緑肥を入れて知力を回復というのは一つのメニューはございますが、そうではなくて堆肥を入れることがやはり必要だというご意見はごもっともだと思います。で今現時点で、なかなかそのかつて、畜産をやっていた方が現在、より具体的な話まではなってきてませんが、ただかつて農家が数軒集まって、電木の集団でやってました方々が中の今いろいろと連絡を取り合って再開したいということを説明したところ、前向きな返事をいただいているというような動きがあることだけはお伝えしたいと思います。この動きにつきましては相談をいただいておりますので、どういった今後の見通しができるかと、例えば施設整備についてはどういうようなことが活用できるのかとか、そういったことをいただいてますので、それがより具体的になるようにですね、町は支援全面的に支援をしていきたいという考えでいるところでございます。まあ、いずれにしてもその今後の農業をやる場合に地元にそういった有料な堆肥があって、農家が再開してやはり作ったその、水筒のもみ殻とかを食べながら構築連携という形が望ましいと考えてございますので、その実現に向けて努力していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。13番渡辺瑞穂君。はい、分かりました。そういう団体が今希望を持って検討しているということで、ぜひ行政の方でもお手伝いしながら立ち上がっていただくことを期待します。括弧1についてはこれで終わります。括弧2の株式会社高山の再開はないのかということで、高山さんについてはかなり富岡町でも肝入れで、やっぱり米作り野菜作り農業には絶対必要だということで、まあ、来てもらいました。でそういう中でかなり地区にとっては匂いの郊外があったように聞いてるんですが、まあそれは匂いの郊外といっても、まあ富岡にはもう一地区匂いの郊外の場所がありました。それから比べれば10分の1とか20分の1なのかなと私は思ってるんですよ。でそういう意味で言うと、やっぱり絶対農業には必要なものですんで、ぜひ私は立ち上がってもらいたいという意味で質問したんですが、ここの曹操地区の植物残骸とかいろんなものを堆肥化にしてたわけですよね。あと一番大きいのはやっぱり都心からトマトケチャップの絞ったカスとかお茶殻とかいろんなその6次化産業から出た
安全なものを持ってきて堆肥にしてたのかなと思うんですよ。でそういうことを考えればかなりの量がその都心の方から来てたのかなと思うんですね、その原料として。だとすればもう立ち上がれるんじゃないかなと思うんですよ。おそらく富岡だけが望んでることじゃなくて、奈良畑って広野だって今から始まろうとしている浪江町さんだってやっぱこういうものは絶対必要な部分だと私は思うんですよ。でそういうことからしてみれば当然高山さんにとってもやっぱり何て言いますかね、その町とタイアップして肝煎りでやった以上は当然そういう方向に向くべきだと私は思うんですが、その辺はどんな考えになってるのか。産業振興課長。株式会社高山さんにつきましては町がバイオマスタウン構想というものを採択されて以降平成19年に竣工したということでございまして、平成22年度には、1000トン弱の肥料を使って町が特別栽培米ということで首都圏でそういったお米を、PR したり、公表いただいたところではあります。ただ今現時点で高山さんにつきましては会社の方に確認をする中におきましては、やはりその今町が置かれている状況を数年先までちょっと待って確認をした上での判断というようなことにご意見いただいているところであります。町としましては原料となった生ごみが年間550トンほど入っていた、それが全くない、他からそういったものを持ってくるということも想定はされるのかもしれませんが、町の中のバイオマスタウン構想の中のそういったいろんな植物残骸を減らしてごみを原料化するという採択の中で進めていた事業ということで認識しております。そういった意味ではその高山さんの意向がやはり重要なんだろうというふうに思っておりますので、またあと周期の問題につきましても町として心配しているところは若干ございますが、そういったところも踏まえてあくまで会社がどのように考えるのかということを注視しながら今後考えていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。13番渡辺光雄君。当然法人でも個人でも採算性を考えますので当然そういうことになろうかと思うんですが、絶対必要な部分だと私は考えておりますので、ぜひ高山さんにも立ち上がってもらうことを期待してますので、ぜひそういうことを何かあるたびに申し伝えていただければ一日も早い再開を望むということでよろしくお願いしたいと思います。ですね、それでは大きな2番これで終わります。次大きな3番の括弧1、富岡川漁業協同組合が組合員全員で頑張っており一日も早く柳畑と孵化場が完成することを望むということで、今年度あたりからハード部分も動き始めるような冒頭 の答弁聞いて一安心したんですが、私はこの柳場に関しては今まではあそこに小浜橋もありましたし、場所としては観光柳場にするには場所としてはあんまりこう加工すぎてふさわしくなかったのかなと思うんですが、本来作るんであれば観光柳場的な価値も求めたいんですよね。でどこの町村に行ってもやっぱり港とか柳場とかそういう部分は観光地としてすごい発展をしているということで、それから返してみれば富岡は漁港に関してもセリバが請戸と合併でセリバがなくなったということで、非常に地元の魚食えなくなるのかということで心配してるんですが、この柳場に関しても観光柳場的な意味を持たせるんであれば今の場所よりもう少し上がった方がいいのではないかなと私は思うんですが、その辺の場所の選定、測量始まるということになれば場所の選定、設計始まるということになれば場所の選定はできるのかなと思うんですが、どの辺に前にあった場所で選定してるんですか。産業振興課長。鮭の柳場孵化場の関係につきまして、まず柳場の位置でございます。こちらにつきましては富岡川漁業協同組合
からいろいろと要望といただいている中で、震災前の現状の場所というようなことでの意見のすり合わせをしているところでございました。議員から以前も観光やな場的なものというようなことでご意見いただいておりまして、それにつきましても漁協さんにもお伝えし、そのようなご意見のすり合わせをしたところでございますが、やはり漁協さんとしてもそのやな場は現状の場所に復旧させていただいて、孵化場につきましては今場所が前に水道基本団周辺というようなことでお伝えしたところでありますけれども、そのような考え方で今基本設計が終わりまして、今後このつなげていきたいというようなことでございます。以上でございます。13番渡辺光雄君。その柳場と孵化場を話すことに何かメリットがあるとすれば、メリットをお聞かせ願いたいんですが、マイナスメリットがあっても、おそらくプラスメリットは私はないのかなと思うんですね。で、そういう意味で、漁業組合さんがなんでそこに固執してるのか、町としてもやはり貴重な財源をいくら補助金でも投入するわけですから、マイナスメリットは少ない方がいいんですね。これから組合員の高齢化ももうすぐそこに見えてるわけですから、そういうマイナスメリットを取り除くことによって、長くやっぱりその作る内水面の漁業っていうのも幅広く手がけられるのかなと思うんですが、その辺のマイナスメリットを考えてるんですか。産業振興課長。この孵化場の問題につきましては、議員からも前にご指導いただきまして、まあ、やはり距離感がありますと運搬の労力も関わるし、近場であればそのことはスムーズにいくのではないかというようなご指導をいただいているところでございます。それも私どももその場所を選定するにあたっては、水の確保でありますとか、いろいろと何箇所かこう場所の選定をした中で、いろいろと協議してきた中での、まあ、結論ということではありますが、ご指摘いただいたように、そのメリットとデメリットを考えたときに、なぜ上に上がるんだというようなことだと思うんですけれども、今申し上げましたように、こうある意味星取り表な形で、その河川の左岸なのか右岸なのか上流部なのか、今の現状前と同じような場所なのかというようなことをやった中では、やはり最適なその水の問題、水を取るというような部分で、井戸が前の場所のところにも井戸があったと思いますけれども、井戸を掘ったりする関係上の話ですとか、そういったことをとらまえて総合的に判断した中で、まあ、最終的には漁協さんの考え方も取り入れた形で、現状の柳場と柳場と近いところではなくて、孵化場として別な場所というようなことでの、まあ、最終的な方針を出したというようなところでございます。以上です。13番渡辺美曽君。ちょっと時間がなくなっちゃいますんで、孵化場を上に持ってったら、私は柳場も上に持ってったらいいだろうっていうことなんですね。どうせ一から作り直すんですから、でましてや加工いじんなくても作れるわけですから。で測量したのかどうか分かんないんですが、波の泉田川柳場ではこういうことがあるんですよ。測量した結果、全部設計組んで測量した結果、地盤沈下してて海水が入ってきて、あそこの場所ではちょっと柳場は作れないと。海水が入ってくると川に登ってきても海にいるような気して、早いうちに川に登ってきちゃう。それを捕獲すると今度孵化ができなくなると、若い卵ですから。そういうことで今泉田川さんはかなり頭痛めてるみたいです。地盤沈下70センチくらいしてるみたいです。で富岡町も測量してそういう結果が出たとしたら、同じような状況になるのかなと思うんですよね。だそういうこと、いろんなことを、おそらくいろんなことを調べてんだろうと思うんですが、いろんなことを考えていった場合に、当然孵化場を上に持っていくんであれば、上に持っていくのが一番ベターなんですよ。井戸の問題は取水権の問題あるかもしれないですが、まあ、取水権の問題で当然今まであったんだから、別な方に行くんだから、それは許可は多分間違いなく降りると思うんですね。許可は降りなかったとすれば、井戸を掘るという手もあるわけですから、
まあ、200メーター以上離れれば、下水の河川の取水権は必要なくなるわけですから、だからそういうこといろんなことを踏まえればその方が私は一番ベターなのかなと思うんですが、その辺を早急にやっぱり詰めないと、設計組んでももう一回やり直しなんていう状況生まれるのが私は心配なんですよ。そういうことですので、ぜひいろいろ考えていただきたいと思います。産業振興課長ね、それね、漁協との話の中で出なかったんですか、理想的な柳場の条件とそれから孵化場の条件というのは違ってるはずなんですけども、その辺の話し合いというのはなかったんですか。その辺も含めてお答えください。産業振興課長。はい、場所につきましては、漁業協同組合さんのいろいろと 町内にかかわらずいろいろと他の河川の状況を見ている、まあ、漁協組合の事務局と相談をした中で、やはりその、孵化した後に卵として返す、鮭として返す場面でですね、従来の河口から近い場所ではなくてある程度距離が空いた方が望ましいというような考え方もありましたし、さらには取水の関係もあって井戸を掘るというような考え方のもと、井戸の関係もあったので、まあ、そういったことを考慮した中での方針として出させていただいたところでございました。以上です。13番渡辺光雄君。ありがとうございます。大きな3問で質問させていただきました。明確な答弁いただいてありがとうございます。これで私の一般質問終わります。どうもありがとうございます。13番渡辺光雄君の一般質問を以上で終わります。